皆さんこんにちは、仮面ライダーゲーム専門チャンネル杉です。でやっていきましょう、仮面ライダークライマックスファイターズ。はい、今回はこちら、姉と妹ですね。はい、妹を持つスペクターカブト、姉を持つマハ、かつて姉を持っていたアギト、家族に対する思いはみんな同じっていうミッションをやりたいと思います。確かにね、妹、主人公の、実に妹がいたのはスペクターカブトもいます。まあ、カブトに関しては2人の妹って言ったらいいんかな、まあいろいろあってね、で姉が、主人公で、実際に主人公でマッハはドライブの2号ライダーの、いるんですけど、 5号っていうね、そのお姉さんてかね、どっちかというとヒロインの方かな。いずれそのまあ、この話になったら長くなるわ。聞いたって方は、仮面ライダードライブを見てください。これ以上言ったら多分本当に長くなるわ。俺が相手します。It's time for super action。決着をつけよう。俺は天の道を行き、すべてを司る男。ではやっていきましょう。こっちはアーギーとになるんでね。おっと、とりあえずメンメン。とりあえずあっちに標的に変えて。意外にね、カブトってね、うまく使われて結構ね、めんどくさいからね。だからそれの前に、とりあえず1回ぐらいちょっと、倒しておきたい。はい、どこでやれた俺。とりあえずバーニングなって、だいぶ攻撃力てかね、結構パンチ力強いからね、バーニング。でシャイニングは素早さっていうか、まあその両方かな。僕としてはね、バーニングの方の究極っていうか、最強ホームっていう風に勝手に思えてるけど、だってバーニングだぜ。お、いいねいいねいいね。壁に、追い込んでからやってしまうという。最後はね、必殺技で決めたいな。オッケーオッケー。で、いけるかな。外した。しょうがない。おい、俺だけが敵じゃないぞ、後ろにもおるぞ。後ろにもおるぞって言った瞬間、俺殴ったら終わった。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあこんな感じで、ね、やっぱり家族のテーマにした仮面ライダーの物語もあるので、結構ね、本当それぞれの仮面ライダーによっては本当その物語がそういうね、まあテーマっていうのがあるんですけどね。まあこれからどん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 ね、仮面ライダーは続くと思いますが、まあセイバーもそろそろ終わるんじゃないのと思いますけど、次回のね、仮面ライダーもそうですけど、仮面ライダーのゲームを、出してほしいというのが、僕の心の、ちょっと囁きましたというか、もう声出してるけどね。次はね、実はね、もう一回クリアしてるんですけど、迫る鬼たちが、それはまだ、こちら収録の方でやってなかったんで、次回こちら迫る、鬼たちをやりたいと思います。もう書いてある通り、桃太郎とか響きとか、書いてありますね、鬼だからね。でこっちは鬼退治っていうことは、オーズかファイズを使うかどっちかね。はい、では、次回これをやりたいと思います。本当に、ここまでご視聴ありがとうございました。では次回の動画また配信でお会いしましょう。